すみません、当時の福山さんどういったあの青年といいますか少年だったんですか。ですね、はい、まあ小学校中学校一緒やったんですけど、あ、同級生で、同級生、あ、兄貴が同級生なんですよ。僕は、はい、あの二級下になったんですけども、はい、小学校自分にはそのソフトボールチームがあって、あ、そこで一緒に、はい、ソフトしよったんです。そうなんですか。中の一枚の奇跡の写真といいますか、あの稲沢公園でその、はい、ユニフォームを着た福山さんの写真、ちょっと一回見たことあるんですけども、あのですね、はい、あのそこに北酒屋ってあって、はい、そこの人がまあ監督やったんです。それで稲沢グローリーというチームで、はい、彼はもうエースですね。そうなんですか、ね、結構早かったんですか。早かったです。あ、そうですか。九州大会まで行ったんですよ。あ、そうなんですか、うん、そういうエピソード全然知らなかったんですけども、はいはい、もう何場してもやっぱできるとですね、うん、もう今だからそうやってもう褒めるっていうかあれですけど、うん、そうですね。あ、なるほどですね。でも中学校ぐらいからもうブラスバンドでしょ。はい。それでもまあ、音楽の才能も当然あったんですよね、もともと。まあ、でも、なんて言いますかね、こう身近にその福山さんのご友人がこうやって活躍されてて、まあ、本人さんも多分喜んでるんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。たまたまうち娘子が小学校の時に稲佐小学校に来たんですね、はい、その時に名札を見て、あら、美濃の娘さんって言って、はい、お父さんによろしくって言ってから言われたよって言って言うそこまで話を言ってないとありがたいです。確かにあの紅白かなんかのあの撮影かなんかで稲佐小学校ですよね、はいはいはい、うん、あの時だったんですよね。あの時ですね。そうですか。まあ本人が見るかどうか分かりませんけども、一言もしよかったら福山さんにちょっとこうメッセージをいただければと思ってですね、うん、もう本当活躍してすごかですよね。もう本当長崎の誇りです。なるほどですね。まあ、これからも頑張ってください。どちらかというと食べやすいという感じの品種なんですが、7月から10月
とりあえずこうなんか演奏かなんかされたということで、そうですね。大体当初スタジオとかホール見る予定だったんで、その後スタジオ、第一スタジオ、第二スタジオ、第一スタジオはあんな感じですね。あ、はい。あ、こうスケルトンでちょっと見えるんですけど、ちょっと恥ずかしいですけど。そうですけどね。で、奥のスタジオも第二スタジオがあって、で、そっち両方見て、あ、昔懐かしいねって言ってて、で、ちょうど2階のホールで大学生がバンド練習してたんで、まあそういうシチュエーション作ったんですけどね。けど上で、ちょっとお邪魔してみましょうかってことで、4人、私もいて5人上に上がって、いきなりですね、まあサプライズ的な感じで、で、大学生びっくりみたいな。福山ですけどって言って、こう、大学生と話して向こうびっくりしてて、で、ちょこちょこって話して、で、まあ、ホールが懐かしいなって言って。まあ、福山さんがあそこで中3の時初めてライブをしたところなんですよね。だからほんで、とっても懐かしがってて、ちょっと、歌いたいなっていう感じになって、大学生のボーカルのギターの子に、ちょっとギター貸してっていう感じで、ギターをか、その子のギターを借りて、当時、今、福山さんの今の曲じゃなくて、当時、うちで練習してた中学高校の時の曲を弾きました。うわ、それも嬉しいですよね。そうですね。サプライズで。自分の曲じゃなくて、中学高校時代に練習してた曲を弾きました。他の方の曲ですね。ですよね。それもちょっと詳しい内容言えないんで、番組を見てください。はい。で、まあ、取り巻きもたくさんいたんで、スタッフさんたちと行ったんで、まあ、大学生も一緒になってみて、わーっていう感じですね。で、リリー・フランキさんがブルーツハープをハーモニカで吹いてくれたんで、一緒にですね。で、まあまあ盛り上がりました。スタジオとかホール、あと、楽器店の中を見てても、行ったのはやっぱり、カワッとなんねえと。なんかびっくりしてるような感じ。いや、もう本当はね、43年経ってるから変わってるのが普通なんですよね。うち変わってないんですよね。なんか良かとか悪かとか知らんけどですね。なんか福山さんが言われたの、置いてるものも変わっ、ね、置いてる、こう、チューナーはここ、ここに弦、ここに地域。一も変えとらんでしょって、ああ、変えてないですって言った。受けてました、ね。変えてないんですよ、本当に。進歩がないっていうか。いや、しかし、それをやっぱりこう、覚えてる実態が、すごいと思いますよ。そうですね。もう、お店に来たのは20年ぶりぐらいです。20年ぶり。ちょこちょこ帰ってるけど、やっぱりね、もう、超多忙な人なんですね。ね、肌書き店としてはもう、山さんもうちからギター買ってもらったし、で、あとスタジオホールも利用してくれたんで、ある意味お客様なんです。あ、まあまあそうですけど。はい。で、今回も買ってくれたんで、大事なお客様なんで、ね、やっぱり、お客様のファンもね、やっぱり大事にせんといかんってんですね。で、ファンの方もね、ちょっとスタジオホール見せてて全国から来ますけど、もちろん入場料とか取りませんよ。ちゃんと見せてあげますよ。音楽人口を増やすために一生懸命努力してきたんで、できればもう皆さん音楽をやってください。別にうちから買わなくていいし、ただ音楽やっていればいろんな結びつきで、うちにもね、来る時もあると思うんですよね。で、その方が一生思い出になるようなことを、に携われば嬉しいかな、と思います。はい。